行きますよ。うん、おあ危ない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 大丈夫マイスターだからマスオ君早いなマイスターになるよ良い感じ良い感じ一回思いっきり吸ってみたらだいぶ火大きくなりそうですねなりすぎるかもおーおーいいですねもうこれはそのままいけそうこんな簡単にできるもんなんだ、ね、よくキャンプ来て30分ぐらいこれと格闘してるけどいい音よくそんな恐れもなく手を突っ込めますね。ヘルテンポもう実は2018から始めてるもう5年、6年目だ。6年目。部活兼学問みたいな感じもあるよね。新しいあの打点の捉え方ですよね。確かに。ねね前よりさこうサイン出しててみんなの反応がそうそうそれ欲しかったっていうのの正答率が上がってんのそれともあこんなあやばいっすなんでいつもこうなんだろうなっていう思ったもんでもねあの逆にあそうきたかっていう瞬間もあるからそうだからサイン出してそれを皆さんが綺麗に読む確率は多分変わってない。わかるわかるわかるわ。残念ながら残念ながら変わってないけど変わらなかったことを楽しめれるようになった。あそれはいいことだ。おおそうきたかになれる。前はなんでわからなかった。許せるようになったって。そう。初め怖かったもんね。優しくなった。この野郎っていうのがあれっていう顔がなんか諦めるようになりましたよねそのあもう分かんないならこっちみたいなそういい意味でねいい意味で諦められるようになっていいであの次の展開にだったらねっていう風に考えられるようになったかもしれない、うん、このハンドサインのシステムを習いにアルゼンチンブエノスアイレスに行くまでそれこそ本当に音を全然楽しめてない感じがあって、うん、知ってますよだけど向こうに行ったらそれまあ音楽の違いもあるのかもしれないですしその周りに音を聞いてる人たちの聞き方の違いもあるのかもしれないけれどすごいただただ楽しくてあそうだよな音楽ってもうその字の通り音楽しむものだったよなっていうのを思い起こさせてもらえたのはすごく大きくてラッキーな出会いだよね、それはねそう、そこからエルテンポ持ってきて皆さんとご一緒してて皆さんがそういう風にただただ楽しんでもらえてるって聞けたのはものすごい嬉しいかなそのすごい派生してる感じですよね、そのカルカさんの楽しんだ感じがみんなにそう思ってほしいみたいなのが多分僕らに伝わってるからこうなってるんだろうなっていうてこそやっぱこのサインシステムがね、いろんな人に対していろんな意味を持たせられるすごい幅の広いゲームなので、うん、もうその時その時で解釈が違っていいしルールが違っていいからっていうので音楽共有できるといいですよね、うん、とにかく私たちが楽しく遊んでお客さんも楽しく遊べるっていうのがベストかな、うん遊びかなっていうこんな現場ないもんね確かにねない